災害、あなたができるアクション。今回は制作スタッフが選んだペット用防災グッズをご紹介。犬猫兼用の折りたたみ式のゲージから、ワンちゃんの足を守るドッグブーツ、無香料で自然に優しいトイレ袋などなど、災害時に役立つ商品ばかり。ペット防災の専門家、アナイス代表の平井純子さんに商品の正直なご感想をいただきます。ということで、今回は被災時に役立つペット用防災グッズをご用意しました。まず一つ目はこちらです。これワンちゃんでも猫ちゃんでも兼用の折りたたみ式のペットサークルになっています、うんうんはい、大きいですね。大きいですね。でもこれ避難所で例えば1週間2週間、まあ、長ければ1ヶ月、はい、そういった生活をするときには、まあ、これぐらいのサイズゆとりがあった方が、うん、いいと思います。ペットを入れるものっていうのは輸送の時はあまり大きくない方がいいんですね、うん、こういうふうに折りたためて、であまり重くなくて運びやすい、そして広げれば大きくなるっていうふうな、まあ、ソフトキャリーとかソフトケージって言いますけども、うん、そういうものはご用意になっておくと役に立つんだろうなと思います。なるほど。狭いケージにずっと入ってるってことを考えれば、はい、やっぱり小型犬であれば今3頭ゆとりを持って入ってられますので、うん、このくらいのスペースがあるといいと思いますね、うんうん。ただこれ、置き場所をやっぱり取りますので、はい、やっぱ周りに配慮しながら置き場所を考えてあげるといいと思います。あと一部分だけでもこう何かかけてあげて、身を隠す場所、ほっとして休んだり寝たりしたい時に身を隠す場所をこう後からでもね作ってあげるといいかなと思いますね。そうなんですね、はい、メッシュ生地だと安心するのかと思ったら意外と暗い場所が必要だったりするんですね。そうですね。ずっとこの子たち外が見えたりしてますので、はいまあ、避難所自体が初めての場所で落ち着かないですよね。知らない人がいっぱいいたり、はい、でそういう中でも地震が起こったら揺れちゃったりしますから、そういう時にはこう視線をコントロールするっていう意味で刺激を少なくしてあげるといいんですね。なんで一部分だけでも布をかぶせてあげたり、段ボールが手に入ればそれで目隠ししてあげたりするといいと思います。続いてはムーニーグリーンのプープバッグです。トウモロコシのデンプンから作られている袋なので、燃やすゴミとして処理しても毒性物質が発生しないそうです。あ、また土の中に埋めても約90日経つと水と二酸化炭素に分解されるそうです、うんうんうん。実は被災地から、支援物資として要望があるのがうんち袋なんですね、うん。まあ、そういったことを考えるとこういった環境にも優しいものをあらかじめ用意されておくといいなと思います、うん。香料が使ってない、はい、無臭ですね。これはよく匂いを消すためにより強い匂いをつけるっていう商品もあるんですけれども、これはいいと思います。やっぱり強い匂いがあるのより無香料の方がいいんですか？そうですね。犬や猫って人の嗅覚の何倍もありますので、うん、匂い自体がストレスになるということもあるんですね。ただもう一点この処理で気をつけることは、災害時にはゴミ収集車って回ってこないんで、うん、一時的にゴミがすごい山盛りになっちゃうんですね、うん。なのでこういう排便は飼い主さん同士で話し合って、どっか一箇所、うん、人の居住区から離れたところにまとめて置いておくっていう風な、その置き場所も工夫されるといいと思います。こちらは迷子札カプセルです。こちらは他の名札と違い、飼い主のプライバシーを保護することができます。そしてアルミ合金素材で作られているので防水性もあるそうです、うん。行方不明になっちゃって生きてるのか死んでるのか分かんないって思うのってとても辛いですよね、はい。で普段だったらこういうふうにその中に飼い主さんの情報が入ってるタイプのものでもいいと思うんですけれども、はい、災害時
ちょっと遠目に見てもその子が誰なのかっていうことが分かるようにするっていうのも実は大事なんですね、うん、怖がっているとこう近づいてそのカプセルをこう開けたりっていうその動作が犬にとってストレスになる場合もありますので、例えば避難所に避難している時飼い主さんと離れてつないでおく時なんかは首輪にマジックでガムテープにお名前とか書いて貼っておいたりっていう、そういう補助をしていくといいのかなと思います。続いてはこちら、ドッグブーツです。こちらは地震などの災害の避難時にワンちゃんの肉球の怪我をしにくくさせるブーツになります。はい、確かに瓦礫だとかあと窓ガラスが壊れてガラスが散乱してるっていう状況ですので靴ってあると便利だと思います。ただこれ災害が起こったからって急に履かせちゃうと、はい、もう慣れてないんでもう本当に足が泳いじゃうってことになると思うんですね。なんで普段からちょっと履く練習をしたりとか、あとまだアスファルトが暑い時間にどうしてもちょっと散歩させたりっていう時には、はい、こういうので履かせてあげれば短い時間だったら足の裏のやけどの防止にもなりますし、日々練習しておくっていうのは大事だと思いますね。こちらは災害時にも使えそうな小物を揃えてみました。はい、いや大事なものばっかり選んでいただいていると思います。はい、こういうそのウェットティッシュですね、はい、これ犬種によっては、はい、こう体臭が出てくる、特にオス犬で体臭が出てくるタイプの子もいますので、はい、やっぱり体を拭いてあげたりすることで、はい、ホコリとかかぶってて、はい、全然その水が出ないので洗ってあげられませんので、はい、こういったものを使って体をきれいにしてあげたりするのがいいと思います。でその消臭もこれおそらく動物や人にあまり影響がないものを選んでいただいていると思うんですけども、はい、やっぱりそこが大事で消臭効果も除菌作用もありで、ペットや人にもあまり負担がないものを選んでおかれるといいと思いますね。なるほど。で食器も折りたたみ式のすごくいいものをご用意になっていると思います。はい、散歩の時にもこうね、腰に引っ掛けて持っていけばね、お水飲ませてあげられますね。はい、で実際避難所でこういう器がないので、はい、もうゴミの中から豆腐の空パックを拾ってきてそれでお水を飲ませてあげてた飼い主さんもいらっしゃるんですね。でおもちゃ類も普段使ってるおもちゃで匂いがついてるもの、はい、でやっぱり安心感になりますので、まあおもちゃだとかあるいはお気に入りのタオルだとか、例えば避難所で留守番しなきゃいけない、はい、飼い主さんって壊れた家を片付けに行ったり、職場にも行かなきゃいけないってことで意外にお留守番する時間って長くなるんですね。でそういった時にこういう普段使ってるものや匂いがついてるものがあると安心して待ってられるのかなというふうに思います。なるほど、はい、ワンちゃんが安心して過ごせる環境づくりも大切なんですね。そうですね、いろいろな商品のご意見ありがとうございました。はい、ありがとうございました。災害、あなたができるアクション。